おはようございます。今日は手引きコーヒーミルのお手入れについてです。まず以前から使用しているフォーレックスのコーヒーミルです。詳細は動画下の説明欄に記載いたします。自作のケースを外すとこんな感じです。刃がセラミックなので水洗いすることができます。ここのネジを外してやるとここまで分解することができます。ここのここを押さえて真ん中に押さえてやればよいしょ、この中も外れます。ここまで分解できます。ちょっと分かりにくいですかね。この中セラミックの部分が4つに分解でき水洗いすることができます。組み立てるときここのへこみとこっちに出っ張りがあるのでそれを合わせます。ここまで入ってないと、合わせてないとここ出っ張っちゃうんで、へこみと出っ張りを合わせるときちんと入ります。でここのへこみとここの出っ張りがあります。ここを合わせてこれで刃が合わさります。最後にこのネジを出っ張りがあるほどない方があるんで、出っ張ってる方を奥にしてねじ込んでいきます。このネジが粗さの調節になってます。フォーレックスコーヒーミルの掃除方法は以上になります。こちらはカリタのコーヒーミルです。このネジを外してこのワッシャーとかストッパーとここのネジ、先にここ外した方がいいですかね。カリタのこのコーヒーミルは金属製なので洗うと錆びそうです。なので何でもいいんですけど、これはダイソーで買ってきたハケですけれども、ハケで掃除します。ネジを外すとここが抜けます。あ、ワッシャーがもう一個ありました。この刃の部分をハケで掃除していきます。こちらも同じくハケで掃除します。水洗いも木なので濡れるとカビたりするんじゃないかと心配なので、ハケだけで掃除してます。ハケで一応掃除したので組み立てます。順番はワッシャー、ナットで、このロックの金属の
部品ワッシャー、これは別にしておきます。ハンドルを一緒にするとかさばってしまうので、でこれが一番きついところですけど、この一番締めた状態からいくら回すかで粗さを調整していきます。借りたコーヒーミルの掃除方法は以上になります。最後にダイソーのコーヒーミルです。下はガラスなのでこれは水洗いしていきます。問題はこの刃の部分ですね。ここが外しようがないような気がします。ここにネジがあるのですが、このネジを外したら分解できるんでしょうか。とりあえずハケでこの中の汚れが全然きれいにならないんですよね。ちょっとダメ元で分解してみます。あ、なんか全然外れない。あ、外れたって、ここが外れるのか。外れましたけど、あ、このスナップリングと、このスナップリングで、多分止まってますね。これを外すのは、よっ、いけないな。隙間がなくてつかめないですね。おう、外れました。とプラスチックの部品、これが刃ですね。これは外れないのかな。これを分解すると全部がバラバラになりますね。これは危ない。スプリングでしょ。あ、スプリングの奥にワッシャーがありましたね。とこれが外れるのと、これ全部バラバラになっちゃいますね。こっから外れるのか。これとここにプラスチックの部品が2個で、軸があるんですけど、ここにももう一つ、もう一個部品がありますね。小さい部品が、これで全部ですかね。なかなかここまで分解して掃除するのは大変です。もうちょっと硬い系の方がいいですね。よし、掃除したので組み立てます。粗さの調節はここに段が何段かあって、この段で調整できるみたいですね。軸を入れてからワッシャーとスプリングバネですね、バネと刃を入れて
このプラスチックの部品、溝があるので溝に合わせて入れます。この止めを入れないといけないんですが、入るかな。溝に入れないといけないんですけど、溝の位置がちょっと難しいですね。あ、入った。入りました。あとはこの部品、この部品いるんですかね。で、いるか。この軸の押さえにいるんですね。ネジの位置を合わせないといけないんですが、あ、この位置ですね。一応はまりました。前にもお話ししましたけど、このネジが金属で奥がプラスチックの場合はいきなり締め込むんじゃなくて、一旦左にちょっと回してやると、今カチッって言ったの分かりますかね。手応えなんで、カチッって奥に入るところがあるんで、そこから締め込んでやればネジがどんどん切れてネジがバカになってしまうことが防げます。はい、はい、組み立て完了です。あとは洗って組み立てます。ダイソーのコーヒーミルの場合は分解して掃除するのはなかなか難しいので、多分ここをハケで掃除していつもの清掃は終わりってことですかね。はい、ダイソーコーヒーミルの掃除は以上になります。視聴いただいた方の参考になれば嬉しく思います。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも動画頑張って配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。